ボイスファクター通信をご覧の皆様こんにちは。こんにちは。シナノでございます。そして本日のゲストは、うん、友田茜役の栗生美奈です。よろしくお願いします。ということで、お今日ギャラリーがいますね。ギャラリーがいる。栗さんは、実は前回も同じ役をやってますね。そうなんです、はい、3年前の、時にできないんじゃなかったですね。そうだね、シャストさんということで、あの友田はね、オンライン編ではもうなんていうの、準主役というかね、ヒロインのポジションでして、当時何歳だったの？あの時は3年前だ、二十歳になった時です。あ、若かったわね。若っ。もう今となってはもう。おお、もうってよ。その9つ上の私はどうなの？あ、そうだ。まあ劇団員になって、はい、またボイスアクターやるということで。そうなんですよ。どうなの？友田はやりたかったの？いや、本当にやりたくて、あの一番、うん、あのやってみ、あの悔いが残ったというか。あ、そうなんだ。はい、ほうほう。もうなんかセリフと段取りを覚えるのに必死で、うん、あの舞台3本目だったあ、そうなの？はやの舞台だったので、もうセリフ言うだけ、言うだけじゃないですよ、そりゃ頑張ってました頑張ってました。がしかし、まあね、はい、あのこの前自分 の DVD 見たら、うん、もう2分で無理、止めたの、もう無理、恥ずかしいなるほどね。ちょっとじゃあ今回改めて来たよ、師匠が来たよ師匠が来たよ師匠が来たよ。あの前回と同じく友田の役ですが、うん、やはりあれですよね、こう3年半の成長を見たいというところでありますよね。そうですね、成長してるのかな、どうなのかな。まあ成長してなかったら大変なことになる。怖い交番だ。怖いどうですか、結構始まってみてこう改めて友達やっててどうよ。いや、なんか新鮮です。あ、そうなんだ。なんだろう、もう一回やってるっていう感じがしない。あ、なるほどね。もちろんあのセリフは騒がしいな、騒がしいな。セリフはまあ一緒なんですけど、なんかミキさんとの掛け合いというか、あの他のキャストの方もあの初めて6シーンに出る方とか多いので、はい、すごい新鮮にやらせてもらってます。わ、気になる共演者とかいる？古怪獣ですかね。あ、古怪獣ね。あ、そう、かなちゃんだよね。映っちゃう。今度ね、あのこのボイスアクター通信にもあの、ゲストが出てもらおうと思うので、あそうかな、注目したい。注目です。かわいい、うん、あの前歯を抜きたくなる。今度ね、これにも出てもらおう、はい、じゃあ、今度の、ボイスアクター、まあ、確かにオンライン編が、そうですね、オンライン編がメインなので、ぜひ、まあ、両方見てほしいです。まあ影の主役みたいな。まあまあね、そうですよね。頑張るよ。頑張ります。ではそのボイスアクターの、必勝を祈願いたしまして、最後に来る皆さんの何かアニメのモノマネで締めていただきたいと思います。3年前も見たね。やったこれね。それでまあなかなかね、いい成績を残してるんですが、そうです、最近ちょっとモノマネの才能がないってことに最近みんなが気づいたんですよ。クリューさんが、いや、なんで結構似てると思う。あ、じゃ あ自信作をお願いします。あれだでは何やっていただけますか。はい、隣のトトロよりメイちゃんを。あ、いいね、かわいいね。では行ってみたいと思います。隣のトトロよりメイちゃんでお別れです。3、2、メイ、トウモロコシ食べる。村田さんどうでしょうか。言ってるよね。長野に帰れな。これあの修行してください。トウモロコシ、お前だってメイちゃんもって言わなかったら誰だかサプライズ。トウモロコシ。あのじゃあ今度はあの本場近くなったらもう一回出てもらうから、その時までに目のものまで体得しておくよ。あ、はい、ではボイスアクターよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。